パワプロアップデートで藤浪の能力最新版がヤバい。先発矢印スロースターター乱調、シュート回転で実質A級コントロール1、地球はコントロールが1以上下がらないので実質ない。中継ぎ乱調、シュート回転でコントロール7、対左打者でコントロール1、3ボールでコントロール1、打たれ強さ E で2塁打打たれたらコントロール2。特能で死球ってないんか。なんでずっとスタミナ A なんだよ、先発で6に投げてないのに。なんでキレがつくんや。いつまでスタミナ A なんだよ、昔169投げたからってずっと A なのかよ。コントロール高すぎやろ。むしろ初回はまだいけるやん、回を追うごとにあかんくなってくるからスロースターターとは逆やろ。この際やからは意に聞きたいこと、パワプロの査定について一言。赤徳つけすぎやろわら、査定担当絶アンチ藤浪やんわら、あとクイック付ついてるけど実は平均より普通に早いねんで、そこんとこよろしく。この自信はどこから来るんやろか。